カーバー・ミード。2005年カリルニア州コンピュータ歴史博物館で撮影。カーバーアンドレス・ミードはアメリカ合衆国の著名な計算機科学者。カリフォルニア工科大学の名誉教授であり、40年以上教鞭をとっている。カリフォルニア工科大学で電気工学を学んだ。カーバー・ミードとリンコンウェイは1980年にイントロダクションー。 ベルシーシステムズという本を出版した。先駆的な優れた教科書であり、世界中で長年にわたってベルシー設計の教育に使われてきた。また、ミードはムーアの法則の名付け親としても知られている。2002年にアメリカ国家技術賞を受賞した際、アメリカ合衆国商務省技術局のウェブページに掲載された経歴によると、ミードは次に挙げるような 様々な世界賞を成し遂げてきた。その後、方向性を変え、ジョン・ホップ・フィールドや、リチャード・ P ・ファインマンと共に、動物の脳を研究し始めた。3人は、ニューラルネットワーク、リーモアフィック工学、コンピュータ物理学という分野に影響を与えた。ミードは、世界初の神経構造に基づいたチップを開発した。また、 これらの技術を商業化するためにサナプティックスやホブンといった会社も設立し CMOS イメージセンサや画像処理チップを開発した。また、ミードは教育者としてもコンピュータ業界に大きな影響を与えた。サンマイクロシステムズやシリコングラフィックスなど多くの企業の創業者には彼の教え子が含まれている。枝に関する業績によりいくつかの企業が作られた。また、 アイヴァン・サザランドと共にカリフォルニア工科大学での計算機科学部門設立にも深く関与した。ミードはアナログ回路での不揮発性記憶装置として不動ゲートトランジスタを用いた先駆者でもある。ミードはコレクティブエレクトロードイナミックスと名付けた手法を開発した。これは量子化したエネルギー伝達を含む電磁効果が集団的に振る舞う。 電子群の波動関数の相互作用から派生するものと考える手法である。これによると、講師に実体はなく、プランクのエネルギー周波数関係は、電子の固有状態の相互作用によって生じる。この考え方は、ジョン・クレーマーの量子力学のトランザクション的解釈、ジョン・ホイーラーとリチャード・ピー・ファインマーの量子電子力学、ギルバート・ルイスの初期の電子エネルギー交換の解釈、 などに関連している。ありがとうございます。